ちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。さあ前に行くのはどの馬か。オールリーガル前に行きそうです。エイティメガトンそれに続いています。さらにはスターリフト、8番デアリングリグリッド、その後ろマジックライフ、後方に控えました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはオールリーガル、内からはアイランドワイン、さらにはウィニングディッシュ、内からはヴィンテージクロン、青の帽子デアリングリグリッド、その後ろすぐ隣にスターリフト、シークレットコーラル、そのうちに続いています。ウォーターナイン、それに続いています。その外からシャトーヒート、並んで7番サマーアルビレオ、グローカウンター、すぐ後ろその後ろにロンドンフォア、この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。もう一度先頭から見ていきましょう。アイランドワイン先手を取りました。その後ろからはヴィンテージクロム、その隣にエイティメガトン、その横にウィニングディッシュ、シークレットコーラル、この馬もこのグループ、すぐ隣にデアリングリグリッド、スターリフト、そのうちに続いています。内からはウォーターナイン、その外からシャトーヒート、内からはグローカウンター、青の帽子サマーアルビレオ、その後ろその後ろからはロンドンモア、並んで5番シャトーベルベット、最後方にマジックライフ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から13番ウィニングディッシュ、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。オールリーガル先手を取りました。すぐ後ろにウィニングディッシュ、さらにはヴィンテージクロップ、その隣にアイランドワイン、シークレットコーラル、それに続きます。その外にデアリングリグリッド、その隣にスターリフト、黄色の帽子スーパークリーク、いい位置につけました。白の帽子エイティメガトン、その後ろすぐ後ろにウォーターナイン、並んで15番シャトーヒート、すぐ後ろにサマーアルビレオ、グローカウンター、そのうちに続いています。前はオールリーガル、2番手のヴィンテージクロップ、先頭を捉える勢いです。ウィニングディッシュ、3番手スーパークリーク、いい位置、果たして先頭を捉えるか。オールリーガル先頭、差はほとんどありません。2番手はヴィンテージクロック、先頭を捉えるか。先頭はヴィンテージクロック、あと 200m、 一気に後続がやってきた。先頭はヴィンテージクロック、スーパークリーク迫る、外から一気にスーパークリーク、スーパークリーク、大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
カーレットブーケ1着、2着はアドマイヤダスト、これは桁外れの強さだ。スカーレットブーケ。川地さんの先頭、2番手はローションファルコ、追いすがります。